待て、入場料を払ってけ。払えばいいんだろう。じゃ、楽しんでくれ。分かってるかい？聞かなくても分かるだろ。スズメの涙だよ。やら！だけは完璧だった。新入りのアホと違ってな。ボルテクスのやつ、機械いじりだけは完璧だった。新入りのアホと違ってな。ボルテクスのやつ、機械いじりだけは完璧だった。新入りのアホと違ってな。
今のは例を挙げると簡単あなたかムーアテクノロジー第7です。そうするとこれらの企業の資金は数十兆ユーロバッグにほとんどない額になります。この世にも恐ろしい企業誘致法案はなんと機械いじりだけは完璧だな。火入りのアホと違ってな。この可愛い顔を絶対してやる。全部そこなえるんだね。唱えるんだね。ルールその1、ストーキングは NG。 お願い、殺さないで。
たくないの。頭が故障してるとかか、ボルテックスのチップは確保できたようやな。さすがはウィーや。働いた分の報酬はしっかり払うで。この件はこれでしまいや。入金を楽しみにしとき。
予防措置の一環として NCPD は警戒レベルを2に引き上げ、訪れる人々に脇道を避け、状況に進展があり次第皆様にお伝え。新しい仕事だよ。と言っても依頼主はナンシーの息子さん。そう、
侍でキーボードを弾いてたあのナンシーだよ。盗まれたものを取り返したがってる。ああ、それともう一つ、もしできるならそいつの車も取り返してくれるとありがたい。やってくれるかい？引き受けるなら添付の詳細を確認しな。誰かいた気がするか。あったぜ。年寄りには答えるぜ。私を思い出す。
ライブは今も覚えてる。喉をひどくやっちまって一週間は喋れなかったっけな。それは見逃して残念だ。ライブ王か。いや、一週間喋れなかったお前をだ。ライブ映像を入手したぞ。ああ、ライブ映像、一体何の話だ。侍のライブ探すよう依頼しただろう。誰だって手に入る。ああ、そうだった。なんだ、早くそう言えよ。車も持ってきたか。母親とは仲良くしてないのか。最後にいつママって呼んだか覚えてもない。ベースアイシスやナンシーとも呼ばないがな。誰もが憧れるスーパーウーマン、ベースアイシス。クソ、ハイになってるのか。何が悪い。有名人を親に持つ気持ちがわかるか。わかるわけがない。わかるのはよりのぶ荒坂ぐらいのもんだ。下に止めてある。キーは入ったままだ。うわ、マジかよ。そこまでやってくれるとは。この恩は忘れないぜ。よくやったね、B。
依頼主は大満足さ。音源だけじゃなく車まで手に入れてくれた。依頼主、フィクサー、傭兵全員が満足するなんて最高じゃないか。仕事は終了、報酬は送っといた。Thank you.